名古屋フラーテルホッケーチームは日本の男子ホッケーチームである。運営母体は NPO 法人愛知スポーツクラブ。2016年にはバーテックスホッケーチームと改名したが、2017年にチーム名を名古屋フラーテルホッケーチームに戻した。その後2017年10月に改めてチーム名をバーテックスホッケーチームとしている。2019年1月からは表示とフラーテルホッケーチームにした。獲得タイトルは全国男子社会人チーム最多の計82回である。また、アジア主要全国タイトルは大学含めた全国男子チーム最多の計53回である。表示等男子ホッケー部として1985年に発足して以来、日本の男子ホッケー強豪チームとして活躍し、2006年シーズンよりクラブチーム化した。ラテン語でフラーテルは兄弟を意味し、バーテックスは頂点を意味する。クラブチームになったことで選手が20名となった。2002年から2007年ホッケー、日本リーグで表示等時代から数えて6年連続優勝を飾った。2008年は天理大学ベアーズに敗れ7連覇にはならなかった。2012年11月、日本ホッケー協会はリオデジャネイロオリンピック出場を目指すホッケー男子日本代表を名古屋フラーテルのメンバーによる単独チームで運営していくと発表している。以下は表示等男子ホッケー部からの戦績である。2018年現在、ありがとうございます。